一般の我々が通常は道というのは見えない。昔の人は何をしたかっていうとしきたりなんですね。ある意味で道を知っておられる人、その人を僕らから見ると道がないとしか見えない。精神的で目に見えないあの道っていうのを最近考えてるんですけど、今よりも昔の日本人の方がおそらくこう道っていうのが身近にあったんだと想像するんですが、はい、この道の追求というか、はい、道に生きるっていうのと、はい、先生の今砂時計の階段との関係と、はい、あとこの分かりづらい、私今ちょっと分かりづらい、はっきり見えない道っていうのはどういうものなんでしょうか。はい、非常に一般的に言えばものすごく人生を極めたりものすごい難行苦行をしたりするようなお釈迦様のような方はですね、おそらくは道が見える領域まではあるんですが、一般の我々がその普通に100歳まで生きるとかそれまで非常に辛い苦労をするとかいうことの段階では通常は道っていうのは見えないんですね。見えないために昔の人はその道に近づくために何をしたかっていうと、それがあのしきたりなんですね。毎日道に沿って正しい道を自覚し正しい道を理解してそれで生きていくっていうことができないもんですから、その代わりに今日は何をするとか誕生日が来たらどうするとか、それから友達に対してはどういうことをやるとか、何が義理である、何が人情であるっていうふうな一定の枠というのを決めまして、その枠の中で生活することによって自分が道に対する理解力が十分ではないものの補いにするっていうのが一般的なやり方ではなかったかと思いますね。ですから本当に道というのを体得してそれが生きていく上での役に立つっていうことになると、ほとんどまあ僕の感じですと日常生活を通常にしている人にはそこまで到達しないと多くの人が考えてきたということだと思います。なるほど、はい、物事のこう追求していくその過程の中でやはり生きる生き様みたいなものが発見みたいなこうあるっていうような感じで僕はちょっと認識してるんですよね。例えばこう福井でも直井先生のところを行かせていただいたりとかして、うん、神をやったりその、ね、宮大工をやったりとか、まあ、そこのこう追求をしていくその過程の中で自分の在り方とか生き方みたいなもののなんか共通するところがなんかこう出てくるんではないかなと。で先生はそのまあ物理とかその学問っていうところでこう追求をしてった上での方なので、やはりその直井先生とかのそのまあ意見とかそういうものっていうものが同じ共通な人生っていうところで見えてんではないかなっていうのは僕は福井って感じたんですけどね。なるほど、うん、まあ、直井さんみたいな方にお会いすると、はい、今のご質問として言えば、まあ、ある意味で道を知っておられる人、ある程度道というものに沿って生きていくことができそうになっている人のお一人なんですけども、はい、その人を僕らから見ると道がないとしか見えないですね、うんうん、逆に、うん、大工の道はこうである、大工っていうのは朝起きたらこうすべきである、大工は人に対してどういうふうな態度を取るべきである、床の間の木は何を使うべきである、全部ないんですよ直井さんでは。うん、それがその道に近づいてる人の直井さんに会うってことは何が大切だったかというと、極めて強い道を持ってると思われる日本史の棟梁っていうのは実は寄るべきところがないんだということが、まあ非常に、うん、彼から得られる貴重なことだと思いますけど、ね、はい、石橋さん、まあ、ちょっと難解だったかもしれないんですけど大丈夫でしたかね。はい、あのありがとうございます。なんか、はい、ありがとうございます。いやいや、はい、とね、直井先生は、ね、非常に残念でことでね、もう亡くなってしまったわけなんですけど、まあ、非常にちょっと、まあ、私たちが福井に行かせていただいて、そのね、動画とかもありますので、まあ、その砂時計のこの村民の方にはですね、その様子とかもですね、まあ、ちょっとシェアさせていただければと思いますんで、ちょっと後ほどね、楽しみにしていただければと思います。はい。